どうも、パチッコ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日なんですが、こちらペヤングさんの新作っていうより食べやすいサイズになったと。これ確かね、前動画でやったんですよ。これ確か大盛りギガマックスのマヨネーズマックスが出てて、まあ、確かにあれ結構量が多かったんですよね。で、今回ちょっとサイズがダウンしたのが出たということで、これはね、やっておかねばということで、今回もこちらですね、デスソース入れていきたいと思います。ちょっとね、久々なんで、まず食レポを挟み、そこからね、デスソースいっぱい入れていこうかなと思います。早速ね、準備していきましょう。さあ、いきますよ。まず、おソース、そして、かやく、そして、お待ちかねです、マヨネーズ入っておりますね。超大盛りで麺が2つ入っております。早速お湯の方準備していきたいと思います。さあ、完成しました。このね、いい感じにマヨビームが炸裂いたしました。マヨラーからしたらもうたまらない一品をね、作っていただきましたよ。これ早速ね、いただきます。これうまっ。ペヤング単体でもやっぱすごい美味しいんだけど、このマヨネーズと焼きそばっていうこの最強のタッグをこのペヤングの焼きそばでできるってありがたいですよね。美味しい。さあ、皆さん、味変のお時間です。もうほんとなくなるとこまで来てんだよな。よし、いくぞ。頼むよ。3、4、5、6、8。あい、さあ、こんな感じになりました。マヨネーズという油分、最強の油分があることによって、まあ平気だろうなっていう感じはしてます。早速いただきます。うわっ、な、辛い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 、いきなりカレーは辛い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 。はい、完食しました。あー、辛い。マヨネーズのパワーは半端ねえ。ちゃんとこう、ちょっと守ってくれてますね。まあ、ただ汗がすごい映ってるかな。あ、すごい食べやすい量。これ女性とかだったらこうね、1個買って、まあ、シェアして食べたりとかっていうのもまたいいのかなと思います。ぜひね、コンビニで売っておりますので、ぜひ買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。